ミニチュアダックスレビちゃんの尿チンさおしっこですね。おしっこの顕微鏡所見。この青いのは死んだ細胞が出てます。まあ、正常でも出てていいんですけどね。まあまたちょっとここに少し角化細胞が出てますね。尿沈鎖所見は赤血球とか白血球出てないし、細胞成分もそんなに多く出てないですから、それから血小成分とか、それからあと細菌成分、細菌ですね、出てません。だから尿沈鎖所見としては正常範囲内だと思いますが、 UPC がめちゃ高いんで、 UPC はまた明日以降に検査せんなります。